皆さんこんにちは。法学四重相談の寺井由衣子です。黒田レイソンです。平田のり子です。中島博康です。私たちは琴、十七弦、三味線、尺八といった日本の伝統楽器を演奏する4人のグループです。メンバーは全員東京芸術大学の出身で、定期公演をはじめ国内外で様々な演奏活動を行っております。邦楽の演奏家やグループは、様々な方がいらっしゃいますけれども、私たち邦楽四重相談は、1つ目、江戸時代から伝わる伝統的な古典で、2つ目、1960年代以降に作曲された現代邦楽作品群の中から名作を掘り起こして再演することで、3つ目が、今同じ時代に生きている作曲家への移植初演という、この3本柱を軸に、演奏活動を行っております。さて、来る7月18日桜市民音楽ホールにて演奏させていただくことになりました。この日はちょうど海の日ということで、夏らしく海の香りですとか風を感じられるような作品をご用意しております。今日はですね、その中から古典の八千代獅子について少しだけご紹介したいと思います。当日会場での演奏をより一層楽しんでいただけるような内容になっておりますので、この後ぜひ最後までご覧になっていただけると嬉しいです。今回は古典についてお話しします。私たちが琴の古典として演奏する曲の多くは三曲合奏と言います。三曲合奏とは、江戸時代から引き継がれている琴、三弦、尺八、三つの楽器による合奏のことです。伝統音楽には歌がつきものですが、歌舞伎音楽や民謡などとは違って、三曲合奏には歌の専門家はいません。琴奏者と三弦奏者が弾き歌いをします。ちなみに三弦というのは三味線のことで、三曲合奏の場合は三弦と呼んでいます。三曲合奏は歌と三弦が最初に作曲され、その後から琴、そして尺八の手がつけられることがほとんどですので、演奏する時も曲の要として三弦がテンポや雰囲気などを示します。琴や尺八はユニゾンだったり、メロディーを飾ったり、別の旋律を合わせたり、歌や三弦の音の間を縫うように演奏し、音量や音色も押したり引いたりして華やかに盛り上げてくれます。三曲合奏で使われる三弦の特徴を紹介します。音色は落ち着いていて、はんなりとした雰囲気を醸し出します。江戸時代に関西で流行した音楽で、お座敷で鑑賞する舞とともに演奏されたりもしました。江戸で好まれた歌舞伎音楽の威勢の良さとは違った方向の良さを追求しています。落ち着いた音を出す工夫として、三弦の小物を2つ見てみましょう。1つ目は駒です。駒の裏に金属を埋め込んで重みを出しています。2つ目はバチです。全体的に大振りで、小回りは聞きづらいのですが、バチ尻に重みを持たせることで重みある音を出します。バチ先はよくしなり、練るように弾くことができます。繊細な装飾音がたくさん使われます。すりというのは余韻の音の高さを変えます。このような手をすりと言います。このようにフレーズの中でたくさんすりの装飾が使われます。また棹を打つ音も音楽の一部です。では合奏を聞いてみましょう。
かがでしたでしょうか。実際の演奏会場ではなかなか見ることのできない手元の様子でしたり、楽器の詳しいことがお分かりいただけたかと思います。さて、今このバックで流れている音楽なんですけれども、こちらは私ども邦楽四重奏団の移植作品でして、浅井翔一さんの邦楽四重奏曲という作品です。琴と尺八とは思えないほど綺麗なハーモニーですよね。浅井さんはですね、福井県のご出身で、33歳、身長がですね、なんと192センチ、とっても大きいんですね。はい。で、身長も心もそして才能もとってもビッグな、今気鋭の作曲家です。この作品も、当日の演奏会場で演奏いたしますので、ぜひ皆様会場の方にお越しになっていただいて味わっていただければと思います。2022年7月18日海の日、桜市民音楽ホールにて皆様に お会いできますことを楽しみにいたしております。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。